皆様お疲れ様でございます。ただいま洗車をしておりました。明るく楽しく元気よく本邦三宅でございます。先ほどですねサプライズ的にマルキング師匠が本邦ナッカ様の動画に出ておりました。全く知りませんでした。非常にサプライズでございます。男の城シリーズということでですね、自分でやりたいと思います。負けじと自分で撮りたいと思います。それではね紹介をしていきます。それではですねまずはハンドルカバーですね。ハンドルカバーのこのカラーは社長に買っていただきました。このシートカバー僕の重たい体重を支えてくれております。今日はズボン破れておりません。シートカバーこれがお揃いになっております。そしてですね上はまあティッシュですね。ティッシュとあとまあボールペン等がね入っております。でですね、まあね、件数をね、配達でよく回るんで、クリップですね。で、磁石つけております。まあこれがね、明日着の伝票です。あ、これね、これ手作りタバコですけどね。で、ガム。で、ドリンクホルダー。これ、動画撮ってて、ぐじゃんって、ちょっとうるさいんで改良したいんですけども、自分で作りました机でございます。自分で制作をしております。でここにですね、着替え、この着替えがなかったらねズボン破れた時にピンチです。湯沸かし器、このねボックスの中にはね食料が入っております。もちろんコーラも入っております。で、孫の手ですね。僕ね車標準なんで運転席から孫の手でカーテンの開け閉めが簡単にできます。であとはね、あとはもう毛布ですよね。毛布ね、この暖かい毛布ね。でもちろんですよね。もちろんでね、このね下に引いてんのはねどこで買ったんやったかな、忘れました。アイリス大山やったかなのねふかふかクッションです。この下にもね1枚クッション入れてます。ほんとたまにですけどね、中距離長距離に出た時にね爆睡しております。いつもね、男の城って難しい、どうやって撮るか一人では分かりません。で僕の体臭を消すね、ファブリーズですね、除菌。嘘ですよ。タバコ臭くならないようにね、シュッシュしてます。タバコもね、だいぶ量は減らしておりますけどね。で、ここに突き刺さっておるのがですね、タバコの匂いに抜けへんかった。ああ、落ちた。タバコの匂いに強力な出てけへんものです。で、除菌のシュッシュですね。で、バラシが多いんで、カッター。で、作業に使う、油性ペンですね。うん。で、今ね、洗車しに来たんですけど、洗車して喉乾くやろうと思って、このミルクティーではなくて、中にね、見にくいな、だいぶ飲みましたけどね、青汁が入っております。今日青汁持ってきております。喉乾くなと思ってね。で安全ベストにこのガラスを拭くタオルですね。でこれでねマイクでお話をしております。あとはもうゴミ箱ですよね。ゴミ箱以上です。一人で撮んの難しい。外装行きましょうか。外装ね、さあ外装にやってまいりました。
このね、ちょっと見えへんな。こんな感じでございます。横はね、このね、プニプニマーカーね、これ柔らかいマーカーなんですよね。これね、社長がね、このプニプニマーカーにね、変えてくれました。この煽りにね、マーカーがね、当たってしまうんですよね。で、プニプニマーカーに変えてくれまして、こんな感じになっております。なんか綺麗じゃないですか？ちょっと磨いたい。提灯みたいで。なかなか綺麗じゃないですか。もちろんね、行灯もついております。で、キャビンの上にもね、ライトがついてるんですよ。こんな感じですね。で、ちょっとですね、このね、おしゃれに見えるようにね、ここにね、ゴールドのモールを入れてあるんですよ。ちょっと見にくいですね。モールをね、これですね。どうですかね？男の城ってこんなもんなんですか？一人じゃ撮り方がわかりません。やっぱしね、今度ぜひ本舗ナッカ様にお会いいたしまして、本家の男の城を撮ってもらいたいと思います。それまでにはですね、綺麗に、綺麗にしておきます。それでは本日の動画はここまででございます。急遽撮らせていただきました。また明日ですね、早朝より、岐阜県安八、そして大垣、ラストは滋賀湖南ですかね、の方に行かせていただきますんで、明日はその動画になります。ご視聴ありがとうございました。ではまた明日よろしくお願いいたします。では、さようなら。